の1場面だけなんですが、はい、村上あの初回が今年は肝になってますが、この秋山に対する初球がね74キロ、うん、もうなんとかしてやろうの初球でした ね今日は秋山対策が考えられたそういう投球でした。まあ、あのいきなりこのナイスキャッチもありましたしね、はい、もうこの時からやっぱ浜風が強く吹いてたんで、あそうですね、なるほど、近本をもってしても今ギリギリだったということですね、はい、一方の床田、このところは初回がこの人も肝になっていますが、近本がライトにヒット、中野がセーフティーバント内野安打、床田今言ってましたね、あのここ最近の自分ならあそこで崩れていたという、今日はそうはいかないという気持ち、森下がライトフライ、佐藤が三振、今日はちょっと合ってませんでした、はい、大山がセカンドファウルフライ、やっぱりこの初回の攻撃は一つポイントになりましたね、うん、なりましたね、まあ、ロースコアが、ね、想定された、はい、ゲームだったんでね、村上に対して野間がヒットを打って、これがチーム初ヒットです、4回です。まあ、少し内容的には村上の方はですから押してたんですよね、うん、5回、こちらもノーアウト2塁1塁で送りバント、これが明暗を分けました。うーん、ギダエラ、まあこれが痛かったですね、そうですね、塁が埋まってノーアウト、シャイナーショートゴロ、まあ、最低限ダブルプレーというところ、木浪が弾いてランナー残りました。まあ結果的には1点で終わりましたが、いやー終わってみればこの1点だけ。7回、村上の我慢の投球が続きます。まあ途中あのピンチでの大山の頭脳的な、ホーム送球というのもありましたし、はい、本当に紙一重というところの差だったんですが、まあ、そして最大のポイントはやっぱり初回を除いてこの7回ですよね。これもね詰まってるんですが、はい、ライトにヒットで2者続きました。そしてハイライトはここです。野口のセンターフライがなんと風にも惑わされてセンターの秋山取れず、うん、ここでリクエスト要求ということになりましたが、満塁、本当にここでなんとかしたかった、うーん、ホームゲッツー、そうなるとちょっと木浪にはプレッシャーかかりますもんね、はい、まあ、うまいことね捉えたんですけども、はい、センターフライ、うーん、結局ここだから1点も取れずということになりました。田中背番号2、まあ、先にこのね床田がマウンドを降りるんですが、村上は8回もマウンドに上がって田中を三振、最後は矢野を三振、村上もしかししっかり投げ切りましたよね。いや、もう素晴らしいですよ、はい、9回はクローザーの栗林です。この当たりもね、あわや超えていくかというところ、ちょっと今日はタイガース側にはやっぱ月がなかったですね、なんかオリンピック選手並みの滞空時間でしたね、これもやっぱりかなり風に流されてますね、流されてますからね、はい、最後大山がこれもフライです、セカンドフライ、ここはブレーキがかかります、うん、はい、栗林がしっかりと抑えまして試合終了という形になりました。1対0というところでカープが逃げ切った今日のゲーム、途中のヒーローインタビューでもありましたが、カープが今日勝って42勝36敗の勝率は5割3分8厘5毛、ジャイアンツ負けて44勝38敗は5